We'll be right back.
つい。あ、はじめまして。急にトーンが。アレンジスと申します。よろしくお願いします。本日お声掛けいただいたジャニーメタのお兄さん方、そして、スタッフの皆様、そして何より今日お集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございます。俺のセリフここまでなんだけど、ベースのお兄さん、ちょっとお願いします。3年ぶりなんですよ。別になんか喧嘩してたとかそういうことじゃないんですけど、もう毎日練習してまして、練習してまして、ちょっとまことなんか毎日はしてないですね。毎日は言い過ぎる。でもこうやって本当にジャニメタさんからお声掛けいただいて、ちょっとそういうきっかけがなかったら、ちょっとなかなかライブができるような感じじゃなかったんで、本当にありがたいなと思ってます。いや、今日セリフ結構間違いやすいんで、全部服に書いてこいって言ったんですよ、セリフ。書いてきてます。これ合ってるね。セリフかな。ジェネシスとか言った。全部言えた。漏れなく言えた。こっちも前半の、あ、いやいやいや、後半に言えよう。あー、OK。セルの復活みたいな感じ。すいません、改めまして、3年ぶりです。よろしくお願いします。いや、3年ぶりだと忘れていたことがありました。ヘドバンとニットボーの相性悪いっすね。だいたい3曲目ぐらいまで持つかなと思ったら、1曲目でストーンと逃がして、ゴー皆川みたいな、ちょちょちょ、ビーンってなって、ちょっと失敗したかなという感はあります。あ、でも本当に皆さんのおかげで楽しくできてます。ありがとうございます。ありがとうございます。3年ぶりと言いましたけれども、僕ら3年前、2019年12月に自主企画ライブをやらせていただいてます。そこからコロナウイルスが流行りまして、ちょっと活動がこう制限される時間が、3年ほどあったんですけども、やっぱりその試行錯誤しながらいろいろ曲作ったりとか、やってたんですけど、やっぱり何かメンバー同士の足りないなと思ってたものがやっぱライブだったんですよ。で、3年ぶりにお声掛けいただいて、今日また改めてこの5人で、ライブが出ることを本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。3年で、本当に世の中いろいろね変わりまして、みんな働き方とかいろんなルールもね変わったりしたんですけども、やっぱ変わらないものって絶対あって、それが僕らもいつも言ってるんですけど、やっぱかけがえのない存在というか、大切な存在だったりしていて、本当にこれでバンド活動ができてるのも、そんな大切な人たちの支えのおかげでできてるなというところから思ってます。次の曲ちょっとバラードなんですけども、そんな大切な人に向けて僕らで作った大切な曲になります。聴いてください。Sunny day.
ですが、喋れ、ちょっと緊張が走ってるから、そうそう、 MC の右腕出さないで、右腕で、ね、MC の予告が入るんですね。あの告知がありまして、あのですね、来たる、2月17日ですね、あってます、はい、あの渋谷の渋谷のオーフで、ライブをやります。何のライブなんですか？何のライブなんでしょうか？僕らのライブですね。そりゃそうよ。誰かのライブ、誰かのライブじゃないね。平日金曜日なんですけど、もしお時間があったらぜひ来ていただきたいなと思ってます。お願いします。そうですね、あの2月の17日にあの自主企画リベンジということで、僕らの自主企画ライブやりますんで、ぜひお越しください。お願いします。いや、あのブラボーな告知本当にありがとう。でも一気一憂すんなよ。ワールドカップだったね。右腕全部言えた？袖まで言えた？ちょっと背中から背中でも話すことないよね。ないいや、時間が経つのは早いもので、僕らも残り2曲となりました。あの本当に今日楽しい、楽しくライブさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、17日ライブするんで、ぜひ僕ら今日いいなと思った方ぜひ来てください。あのまたどんどん3年経ってまあ、ちょっと停滞してたんじゃねえかっていう声もね、巷ではありましたけれども、また新しいルーデスをお見せできるようにまた頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
して最後終わっていきましょうかね。まだまだ動けてないですよ皆さん。いいですか、準備いいですか。